はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、セブンペイ早速不正利用を勝手にチャージされるなど、セブンペイの ID やパスワードを変更推奨ということで、今回はですね、セブンペイの不正利用があったとニュースが入っていましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、実際にツイッター上で少し話題になっている2つの内容をピックアップしていきたいと思います。まずこちら1つ目ですね。まず上の文から読んでいくと、セブンペイで不正アクセスの被害に遭いました。今朝短時間に19万円分の不正アクセスによるチャージと、9万5千円と10万円の高額決済被害に遭った履歴のスクショですとのことで、そのスクショがこの右下の画像ですね。確かにものの1分で、クレジットカードもしくはデビットカードから1万円が連続3回チャージされていますね。そして2つ目は、セブンペイで不正利用が発生、6万円以上の不正チャージと不正利用ということで、その時の画像が右の方ですね。かなりの短時間でこうチャージを行ってるみたいですね。もうかなり合間がないような感じですね。で、これについて、セブンペイが発表してまして、ご注意ください。ID、パスワードの管理についてということで、少し文面を読みたいと思います。現在、一部のアクセスが第三者にアクセスされる被害が確認されております。お客様には、改めてご自身のログイン ID、パスワード、認証パスワードの管理についてご注意くださいということですね。文章の一文も読まさせていただくと、不正アクセスされるケースということで、ログイン ID、パスワードがわかりやすいものになっているということ、そして、クレジットカード、デビットカード登録時に設定する認証パスワードとログイン ID パスワードが同一のものになっているなどということですね。あともう一つは、身に覚えのない取引がある場合のお問い合わせ窓口についてということで、セブンペイの履歴画面に身に覚えのない利用履歴がある場合は、この窓口にお問い合わせくださいということと、クレジットカード、デビットカードの利用明細に身に覚えのない取引がある場合、登録されたカードの発行会社に速やかにお申し出くださいということですね。あとは ID やパスワード、認証パスワードの設定変更方法についても記載もありました。今回の内容を見る限りは、できる限り複雑な ID やパスワードを設定して、何かあったら連絡ちょうだいという感じですね。まあ運営側からしても、今めちゃめちゃてんやわんやしてると思うんですけども、確か PayPay も結構サービスが開始してから、まあ少し経った時に不正利用があったりしたので、セブンペイは今が頑張り時なのではないのかなというふうに思います。まあ僕の YouTube の動画的にはあまりこのような内容をお伝えすることはないんですが、今このようなことが起きてるという事実も知ってほしいと思い動画にさせていただきました。もしですね、この件について何か思うことがあれば下のコメント欄にお書きください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。